今回の土子戦場から肉集めの仕様が大きく変更されました。EX プラスの HP が2400万から3500万に上がり、それに伴い肉の獲得量も増加するらしいです。これグラには約2倍になると書かれていましたが、実際どうなのかデータを取ってみました。その前に、前回の闇子戦場では、両面かぐやの攻撃のみで周回しており、1戦あたりの獲得数はわかりませんが、1時間で約9000個集められていました。半額中で雫2倍だったこともあり、この編成のドロップ率アップは 267% でした。さて、今回の土子戦場で集めた肉は2万5000個です。数が中途半端ではありますが、ちょうど 90Hz 5000戦分となっており、この後の極性器のドロップ率調査に使う予定です。90Hz も HP が4200万から5000万に上昇した代わりに、極性器のドロップ率が上昇しているらしいです。さて、今回肉集めで使った編成は、片面かぐやの ATG 攻撃のみです。闇子戦場の編成と比較すると、両方とも攻撃のみで、連撃硬直もほぼ同じであり、ドロップ率は、闇子戦場が 267%、雫4倍の土子戦場は 269% でこれもほぼ同じです。今回から肉が入っている箱自体のドロップ率がどうなったかは検証できていないものの、肉時速の単純比較しても問題ないと思います。今回土子戦場で肉2万5000個集めるのにかかった時間は1時間29分、すなわち肉時速は1万6800個でした。闇子戦場と比べると 1.87 倍になっており、これグラで言われていた2倍に近い数字になっています。普通の敵からの獲得量は2倍になったものの、ゴールデンタイラントは44個で変わらなかったので、倍率を計算すると少し下がったものになったと考えるのが妥当かなと思います。実際は、HP が上昇したことでアビポチが増えた人がほとんどではありますが、それでも肉を集める速度は上がったでしょう。ちなみに、1317戦で肉2万5000個なので、1戦あたりの獲得期待値は19個となっています。ということで、今回は、仕様変更後の肉集めについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。